はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。環境破壊用デッキ2に来ちゃいましたね、リュウです。さあ本日なんですが、ウワンダリーズ、害悪鳥、害鳥とか言われてるんですけども、巷では強すぎてね、強すぎて、まあこちらのデッキをねご紹介していこうかなというふうに思っております。めちゃくちゃそのメタがね、まあ、他のデッキと違うんですよ、こいつらって。どういう動きをしていくかっていうと、まあまずもそもそも特殊召喚をしないと、召喚をして展開していく、効果で召喚をして展開していくモンスターたちになってまして、例えば、まあ、ロビーナであれば1番の効果でこのカードが召喚に成功した場合に、デッキからレベル4以下の超持続を手札に加えながらその後超持続を召喚するっていう、まあ、要は、ロビーナで例えばイーグル持ってきてイーグルを召喚するとかっていう動きができるってことですね、まあ、効果で。で、イーグルは、レベル70の超持続をサーチする、ストーリーであれば、自分または相手の墓地のカードを除外する、特感であれば除外されているフランダリーズカードを回収するっていう、まあ、下級モンスターは4種類になっています。で、共通効果として、表側表示のこのカードがフィールドが離れると除外されるよっていう効果と、あと3番目で除外されている状態で自分のフィールド上に超重力が出てくると、回収できるっていう効果があるんですね。だから、召喚して離れたら除外されて、なんかまた出てきたら、回収するっていうことなんで、もう一生手札に加えたらもうあの絶対返ってくるんですよ、手札に。でもアドバンテージを失わないです、一切。で、まあ、アドバンス召喚していくテーマになってまして、エースモンスターは。で、それが、まあ、エンペンとかね。あと、全然テーマとは関係ないけど、レプテライザーっていうカードがめっちゃ相性良くて、まあ、入ってます。で、エンペンだったら、まあ、アドバンス召喚した攻撃がいると、なんか相手フィールド上の特殊召喚されて攻撃表示モンスター効果発動できないとか、まあ、リンクも収めたんですよね。とか、あとデッキから、まあ、魔法トラップカード、フワンダリーズの加えられたりとか、あとダメージステージに、なんか手札1枚除外してると相手のその打点を半分にするとか、もうなんか全部モリモリのね、全て書いてることが強いっていうね、最強のペンギン、がこれがエースモンスターで、まあイグルンが上級サーチなんで、レプテライザーもサーチできますし、召喚権が増えるんですよ、エンペンの効果で。だから一応ね、召喚してなんか効果発動できるテーマとは相性がいいんですけど、まあ今回はドラグマ入れました。ちょっとね、初動が薄いんですよね、フランダリーズって。まあ、今回初動が薄いから一応合剣とか金剣とか入ってて、まあ、ロビーナ一番初動なんで1枚か、またはイグルンと謎の地図とかっていう初動になってるんで、あと特感と謎の地図とかっていう初動になってるんで、その若干なんだろうな、初動札が薄い感じがあるんですよね。まあ、OCG だとちょっと旅自宅っていうカードがあって、それがマスターと来てないんで、だから、まあ、ちょっとね、初動をまあちょっと増やすっていう意味でもエクレシア入れたのと、あとまあストーリー交えた、エンペンから出して強いからエクレシア入れました。天帝の人とか、ドラゴンパニッシュメントとかも入ってて、そこからまあ墓地をくれるヌトスとかもう入ってます。まあ、ドラゴンパニッシュメント、エクストラデッキからモンスター特殊はできないっていう制約がついちゃうんですけど、エクストラデッキからモンスター出さないで、ほとんどこのデッキマジでメインでしか使わない、戦っていかないんで、まあ、言うてそのたまにそのまっくりで謎の地図絡めると召喚権1回増えるみたいなもんなんで、フワンダリーズのレベル1、2体並べてランク1立ててアーゼウスまでつなげてまくっていくっていうことはたまにしますけど、まあ、ほぼ使わないんで、クストラは正直結構なんでもいいです。一応出せるように考えて入ってますけど、まあ、ほとんど使わないですね。で、制約があって、フランダリーズって、1、3の効果使用する場合、特殊召喚できなくなっちゃうんですよ。だから、もしこういうモンスターを特殊召喚したい場合は、その召喚成功時の効果を破棄していくっていう、回収効果も破棄していくっていう感じの、動きになりますね。はい。で、まあ、やっぱり、この害鳥と言われてる時の一番強いところは、そのディメンションアトラクターっていうカードを3枚積みして、初手から打てるっていう。これ刺さんないデッキね、他のデッキはないですから。まあ、ミラーはちょっと別ですけど、ミラー以外でこのカード刺さんないデッキ多分ほとんどないので、まあ、最強ですね。はい。なので3枚積みします。で、増殖する陣とか刺さんないで一切。このデッキ。これが強いところですね。特殊召喚しないから。まあ、自分は増殖する陣入れてもいいかなと思いますけど、はい。まあ、一応うらら入ってますけど、この辺増殖する陣とかに入れて、変えてもらってもいいかなと。うららで増殖する陣を止めることはほとんどありませんので、このデッキだと。はい。早速ね、この、害悪なる鳥軍団の強さを見せていきましょう。環境崩壊仕掛けてますね、デュエル様。まあ、謎の地図あるんで、まあ、これはこけますね。まずは謎の地図とかいうヤバすぎる地図を発動する前に、まずはディメンションアトラクターをぶっ込んで、相手の動きを完璧にストップさせる。
機能停止カード発動、そして不安だリーツ謎の地図の発動。謎の地図の効果によって、何らかのカードをゲームから除外して、あ、手札から、不安だリーツを見せながら何らかのカードを除外して、で、イグルムを召喚。はい、で効果発動を、でイグルンの効果によって、何らかのカードをサーチするということにチェーンしてロビーナを回収する効果を発動し、春うららをケアしていく、春うららをケアしていく。ちなみになんですが、一応イグルンの効果、無限抱擁とかエフェクトベイラーは結構辛くて、イグルンの効果に多分あの妨害当てた方がいいと思います。多分あのもしなんかあの誘発とか当てるんだったらね、あの上級をサーチできないから、まあ上級っていうか、まああれですよね、エンペンをサーチできなくなるから、まあエンペン立っちゃうと一応めんどくさいじゃないですか。だからまあイグルンになんか誘発当てるのがいいかなと俺は思いますね。はい、あのフランダリーズはでイグル、エンペンを召喚してエンペンの効果またチェーン1で発動して、魔法トラップをサーチする効果でイグルンを、回収する効果をチェーン2で発動することによってまたチェーンで隠してウララが打てないこのなんかうららケアするようにデザインされてるのもだいぶキモいですよね。このデッキ使っててなんか気持ち悪いなって思います。結構で結界像を、召喚してでこれ特殊化封じで、さらに夢の街と、無限法要と虚無を全部セットして、これで史上最強展開エンド強すぎますね、あまりに最強で。まあ虚無空間はまあいいでしょう。一旦なんか相手が特殊化する効果発動してきたら虚無空間打ちましょう。さあどうしますか。あーくそー、きっしょー、あの野郎許さねー。まあ一応夢の街を発動しておくしかねえ。夢の街の効果によってイグルンだけ召喚してサーチだけ入れておこう。まあ、言うてエンペンはまあ強いっちゃ強いので、エンペン召喚し、エンペンの効果とあとその回収された、ロビーナを初動で確保しておいて、まあ、これでなんとかしましょう。まあ言うてでも相手も結構辛いと思いますけどね。これ結界像がありますし、はい、まあ何言って知らんけど、ライトニングストーム1枚でそんなに簡単にこの盤面をが瓦解できるかと言われると微妙かなと。ロビーナ召喚して次の初動も確保していくスタイルで、ロビーナ効果発動、ロビーナの効果によってこれは特感かストーリーかな。まあこれで相手は鉄獣か OK。 でも鉄獣言うてあれだろ、あの墓地除外してなんかリンクするから結構墓地壊せないのきついだろこれ。ディメンションアトラクターかだからね、今ね、ディメンションアトラクターなんか知んないけど、なんか相手の収容時まで除外されるっていうなんか謎の効果なんで、あのめっちゃ刺さるって聞いて、鉄獣とかめっちゃ刺さるんですよね多分。だから多分相手困ってると思うよ。やるやんけやるやんけ、くそ相手強えな。デストロイフェニックスガイとかいうヤバいもん、激ヤバモンスターも爆弾しまった、まずい。エンドフェーズ、なるほど。破壊する効果使わねえのか、あのくせカードにちょっとなんか若干自信あんのかな。で、デストロイフェニックスガイの効果発動して、デストロイフェニックスガイと、あ、エンペンか、なるほどな。あ、オッケー、了解。でデストロイフェニックスの効果発動は別にいいや。あのライザー見えてるんで、多分相手もなんか逃げたいとかあるかな。なんか別にライザーの効果は墓地からもあれだからね、あの除外できるからあんまり関係ないね。で謎の地図の効果を発動して、特化も見せて何らかの、モンスターを除外していく、まあ、モンスターっていうか不安ダリズカードを除外していく。でこれによって、イグルンかなんかを除外していけばいいか。はい、で、特化も召喚していく。まあこれが特殊召喚って言うんじゃないのっていう話はしますけど、ね、それを特殊召喚って言うんでしょっていう、なんかなんでこれを召喚って言ってるのか意味わかんないけど意味わかんなすぎるけど、まあ、とりあえず夢の街の回収効果かなんかでいいか、まあ、夢の街回収しましょうか。一滴、あ、なるほどね、なるほど。あー、ケラス、あ、なるほど、コスト強いね、なるほど。ケラスを捨てて効果を無効にしていく。特化の効果で夢の街を回収することはできなくなってしまった。まあ、だから召喚権使ってないんですよねで召喚権使ってないのマジ、このデッキおかしくないですか。
これでまた別にライザーでまたバウンスしてさデッキに、まあ、デッキ持つかとこれでしょ。で、墓地のカードも対象取ってこれ戻せるでしょ。で、さらにカードを手札に戻すっていう効果を使って、ライザーを戻せば無限ループ発生。で、ライザーが手札に戻ってきながら、まあ、いっぱいモンスターが帰ってくる。ロビーナちゃん帰ってきて、で、イグルンちゃん帰ってきて、まあ、一応ウララケアとかでなんか1枚残しとくといいらしい。モンスター、除外ゾーンの。なんかそうすると、なんか初動で使ったイグルンとかロビーナのチェーンを隠すことができるとかいうなんか話を聞いたことがある。なので一回残しておきましょう。はい。なんか要はね、なんかその除外されてるカードがさ戻ってくるっていう効果あるじゃん。だからこれがなんかそのウララとかをケアできるからチェーンで隠してチェーンのマジックでね。はい。でデストロイフェニックスガイが戻りました。デッキに。つまりもうデストロに苦しめられることはありません。バトルフェーズ行きましょう。でまあ謎の地図あるんでまた相手が召喚してきたら。お召喚したらじゃあ俺も召喚しようっていうあのラッシュデルみたいな相手だラッシュデルみたいなことができるんで、はい、分かりやすいけど確かにこれあれだな今言って思ったわ相手ターンラッシュデルデッキだわこれこのデッキ、はい、あーフラクトール強いねフラクトールは強いでキット、効果ケラスあじゃあナーベルでナーベル効果で、ケラスですねで一応何らかのキットとか、あ、キットか。キットとか、ケラスとかの効果を使ってこうとするので、不安なレジャーの謎の地図の効果を通して、これで、まずはロビーナを召喚していく。相手が召喚に成功すると、こっちも召喚するぞ。そして、まずフィールド上のロビーナの効果を発動。ロビーナの効果、そして、特艦の効果は発動せんくても、設置してもしてんくてもいいけど、まあ一応回収しようか。で、特艦の効果を発動し、特艦が帰ってくる。そして、ロビーナの効果でレベル、が低い不安だりとサーチしながらモンスターを召喚するとか意味不明な効果これによって、まあ、ストーリーにアクセスしこれで全部の、不安だりゾにアクセスすることができるでこれでストーリーを召喚効果発動ストーリーの効果によって相手または墓地の相手または墓地の、ね、相手または自分の墓地のカードを除外することができるこれで除外しておくと後で回収することができるぜ特化によってなそして、特艦を攻撃表示で召喚特艦の効果発動特艦は除外されているフアンダリーズカードを1枚手札に回収しそしてモンスターを召喚する効果を持っているさあ再び現れるモンスターを召喚行けレプーテライザーライザーは家族性モンスターをリリースし召喚に成功すると相手のフィールドのカードをこれ相手なんですよ今これ今相手ターンですからね、はい、でライザーを召喚し効果発動相手のカードをデッキのトップに戻すことができるぜ。まあこれはもう正直何でもいいが、ケラス戻しておきます。まあこれ持ってもらうか。あらよ。でカードを手札に戻すぜ。これでレプテイライザーをもう一回戻すことによってもう一回遊べるドン。もう一回遊べるドン。やりすぎー。チュンチュン。で。デッキトップはキットにしてあげようキュンキッショこのデッキキッショまあさすがに自分で使っててもキショいなって思うんでまあキショいですよね本当にで謎の地図でこれ除外して後で回収するか特化でなでこうしてイグルンからのイーグルン効果と、特艦効果で特艦効果で戻ってきてでイーグルン効果で回収ただちなみにこのデッキライフ7200一気に削るの意外と難しいんですよなんかライフ取りにくいんですよめっちゃロビーナ召喚でしょでロビーナ効果発動をデッキ立てるのに加えるのはロビーナでよくてでモンスターを召喚できるんでこれでエンペンを出そうかでだなうんとまあこことまあこれどれでもいいなうんとまあイーグルにかぶってからこれでいいかでこうしてでエンペン出すはいよく相手されんだしねえな回し方見てんのかな俺あんまり上手くないから参考になんないと思うぞ
あんまり参考ないなと思うし、多分7200削れないよこのターンで。待ってもらって悪いけど。でストーリーの効果で戻ってきて、でさらにこれはいいや、ストーリーの効果で戻ってきて、はい、でモンスターを召喚できるんで、謎の地図を持ってきながら、モンスターを召喚していく。で、ストーリーを召喚で、ストーリーの効果を発動して、で、モンスター2体リリースしてアドバンス召喚で、レプテイライザーで一応打点確保して、これでも多分届かないんだよな。29だろ、28か。あ、やべえ、強制か、これ強制か、めんどくせえな。じゃあ謎の地図戻すか、謎の地図どうするか戻すか。で、デッキトップ一滴にしてあげよう、一滴にしてあげてデッキトップ一滴にしてあげて、でこれでもう相手デッキトップ一滴引くから何もできないですね。はい、そうか、これあれか、レプテイライザーは強制なんか、なるほどな。いや、発動するかどうかは選ぶことはできない。でイーグルが帰ってきて、だからどんだけ手札増えてるというか減ってないの。なんかこれやっぱこのカードデザインしたやつ頭おかしくねえか、これなんかあたおかなんだが、どれが効果発動しないかもうもはや覚えてない。ロビーナ俺使ったっけこれ。あ、使ってねえじゃん。あ、使う、そっちかい、使ったわ。じゃあくそ、特感出しちゃったわ。まあいいや、バトルフェイス入って、で600、700、2700、2800だから、これ足りないっすね、これね、足りないわ、ごめんなさい、足りませんでしたお相手し、ごめん、ちょっと足りんかったわ。なんか今特感から言ったら足りたかもしれない、ごめん。特感使ったっけ、なんかどれが使ってるか覚えてるんだよな。まあちなみに一滴です、相手でデッキトップ相手のデッキトップ一滴っていう、あれはコストがないとね、あの意味がないカードなんですよね。でバトルフェイスも入って、はい、ごめんね、お待たせした、対戦ありがとうございました。まあ外調たるゆえんは、まあ、分かってきたわ。はい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 、アトラクターくんね、まずとりあえずアトラクターくんをぶん投げてから考えましょうか。まずはね、結構ガンマの採用、フュージョンデスティニーいきなり打ってきた。さあ、ディメンションアトラクターの交換により、お前のデスティニーヒーローは全てゲームから除外されるぜこれでディバインガイの2ドローはケアできるな。まあフュージョンデスティニーから打ってきたっていうことは、若干手札事故り気味の気配がしますね。ディバインガイとデストロイフェニックスが、おっと、手札から飛んできた、やった、ラッキー。手札から飛んできた、弱い、オーケー、いいだろう、セット、いいだろう。ロビーナ引いてるんで、まあ初動はありますから、まあなんとかなるんじゃないでしょうか。あ、無限包容もちょっとめっちゃ強いじゃん、無限包容とかで最強カードきちゃった。無限包容が来ちゃうとですね、まあデストロイフェニックスガイさんも完全に無力と化すといったところですね。で、これ除外するカード正直なんでもいいんですけど、なんかあれですわ、アーゼウスキビックだけ残しといたらいいんじゃないかなっていう気はするね。ちょっとメインデッキとエクストラデッキいろいろ買いながらやってるから、なんかもしかしたらそのデッキ紹介の時になんかレシピ違うかもしれないわって言っとかないと、なんかまたレシピと違うんですけど宙が現れるからな。で、はい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 、なるほどね。まあ言うてうらら持ってくる説ある、まあ結構初動あるから、まあうらら持ってくる説はあるけど、まあ通んなかったこと考えたら、まああれだけども、まあでもテラフォーミングもあるし、なんかなんか多分大丈夫で、まあまずは一回無限紅葉を打ってから考えますか。無限紅葉を打ちまして、で、デストロヒーロー、デストロフェニックスガイさんを効果を無効にしていく。まあ一応効果発動してもいいですよ、しない、なるほど。まあどっちにしてもね、墓地のカードを除外できたりとか、まあバウンスできたりとかするんで、あんまり関係ないですね、これ。破壊されて墓地行ったところで墓地触れるんで、相手ので、フワンダーディーズの謎の地図の効果によって謎の地図の効果発動、謎の地図の効果により、ロビーナを見せつけてイグルンをゲームから除外していく。そして、ロビーナをそのまま召喚、効果発動、ロビーナの効果により、デッキからフワンダリーズの下級をサーチするという効果に支援し、イグルンの効果を発動、イグルンの効果によって自身を手札に加えるが無限包容が食らってしまった。まあこれがあるんですよ、だから謎の地図が強いの。これ結局効果で召喚してるから、まだ僕召喚権を使っていないんですよね。っていうか多分ですけど、これ無限包容打つんならイグルンの方がいいと思う。
相手にアドバイスしよう。うん、あの無限包容を打つんだったらイグルンに使ってイグルンのサーチを止めた方が良かったと思う多分。まあ、言うて抹殺の示しあるんだけどね。もう一枚のあのカードが伏せカードが無限包容だとしても抹殺の示しで、まあ、除外すればいいっていう話はある。ちなみになんですが、あのディメンションアトラクターかなんで、これ戦闘破壊したらデストロフェニックスが除外されるんですよ。やばいですよね。結局除外されるっていうね。はい、でエンペンの効果を発動、エンペンの効果とロビーナの効果もチェーンして発動していく。ロビーナが手札に帰ってくるぞ。そしてエンペンの効果によって、フアンダリーズマジックトラップカードをサーチしていく。これによって、召喚権を増やすことのできる、夢の街を手札に加えて、でまた相手のターンに好きなだけ召喚していくっていうスタイルですね。はい、相手のターンは自分のターンですから、実質。はい、バトルフェーズいきます。でエンペンでぶん殴っていきます。デストロイフェニックスガイさんが破壊されて、デストロイフェニックスガイさんはディメンションアトラクター化のため完全にゲームから除外されていく。かわいそうに。効果発動するが墓地にカードがないため、やつはスタンバイフェーズに蘇生する対象がない。残念ながら、はい、完全に返しました田代です。さあどうするんでしょうか。完全に積み出したね相手、多分裏側に蹴られてて、で夢の街でまたロビーナイグルからのライザーでねバウンスが飛んできますんでね、はい、非常に厳しいと 言わざるを得ない。はい、あーなるほど、まあ、とりあえず夢の街、謎の地図の効果で、召喚していきますかロビーナを。はい、で、相手のターンは自分のターンで、ハハハハ、まあそうなるわな。まあちょっとですね、さすがにその誘発な入れなさすぎ問題は発生してる可能性はあるな。あの結構今フアンダリーズのサビ自宅っていう、まあ、初動に使えるカードがなくて、なんか初動がちょっと不足してるからツボ系をいっぱい入れられていけないんですよね。じゃないとちょっと事故っちゃうんですよ。あの一番初動は本当にあのロビーナしかなくて、まあ謎の地図とイグルンとか、まあ、そういう組み合わせ書道になっちゃうんですよね。だからまあツボ系を入れて、まあなんかイグルンとか、まあ、あの組み合わせ書道を引きに行くような感じになると思うんですけど、フランダリーズってなんかそうするとちょっとねデッキの中のスロットがあんまりそんなに多くなくて、誘発とかをちょっと積んでる余力がないという話がありましたね。なのでまあちょっとその辺が課題かなと。だそうするとさ、ほらあの誘発がないからさ、これ高校を取った時になんかそのこういうね、なんかアルティメット転換みたいなことされて、ちょっと返しきれんみたいなことがあるんですよね。まあ、それがちょっと、難しいかなという話はあるけど、まあでもそれを補ってあまりある、その、害悪ぶりが発揮できるから、まあ、あ増殖する時期がないしね、うん。うららもケアできるしみたいな感じなんで、まあ、増殖うららはケアできるが、まあなんかちょっと、あの、盤面のその無効効果とかはケアできないっていう感じはある。またとりあえずホープドラクダがあの出てきてるんで、これでも世界が終わる可能性がありますね、展開力で。世界が終わる展開が来るかもしれない。最終盤面なんか、あの、えぐいエクシーズモンスターがめっちゃ並んで、あの、いわゆるその、なんかエクシーズ版ジャンドって言われてるんですよ、この時。ものすごい展開力を見せつけてくる可能性が高い。なんか俺の知ってるホープじゃねえ、なんだこいつ。ヌメロンドラゴン出てきたぞ。射出すんのか、なんか。なんか射出でもすんのか。エクシーズチェンジタクティックス。なるほど。エクシーズチェンジタクティックスからの残り的9枚結構引いてんな。えれ引いてんのおい。引きすぎでは。もうライフ1500しかないけどあなた。引きすぎでは。ヌメロンドラゴンの効果って伊達上がる効果でしょ。え、射出できんのこれなんか。知らんけど。え、カタパルトタードの召喚みたいなこと。神秘の中華鍋。自分のヘッド上のモンスターリリースすると、リリースしたモンスターのライフ分回復する。はあ、はあははあ。なるほど。知らん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 。誰？違う、これか。ターンにと自分のライフ分で回復したときに数値分だけダメージ与える？誰やお前？